お前らの親分はどいつだ？前に出てこい。この俺、千日喧嘩第一社は精鋭中の精鋭だ。花門玉将様に代わってお前ら新たき派の親分の首を頂戴しに来た。うわぁ、こいつ好戦的だな。しかもなんだか怖いこと言ってるし、今回は本当に強いやつが来たみたいだぞ。はっ、礼儀のなってないやつだな。しかもお前の称号にも台が入ってるとは。俺様と張り合うつもりか。よし、この俺様が直々に相手してやる。て、背が高い、しかも鬼族だ。こんな小表のやつが虫相撲みたいな子供の遊びをするなんておかしいぞ。なんだと、まさか虫相撲を見くびってんのか。いい度胸じゃねえか。虫相撲の生きってもんがわからねえやつは、虫相撲をこよなく愛する俺様が改心させてやらねえとな。さあ来い、懲らしめてやる。そうだそうだ、このままじゃ済まさないぞ。任せたからな、牛使いやろ。仕方ない、来い、ビビるもんか。虫相撲を見くびらんじゃないぞ、なんちゃらかんちゃらっしゃ。おいらだって今はちゃんと虫相撲の楽しさが分かってるからな。楽しいだけじゃねえ。虫相撲にはみんなが強くなりたいっつう願いが込められてる。そして奮闘する精神もな。これが分からない奴には虫相撲をやる資格なんてねえ。チッ、この俺が言い合いで負けるなんて。でも口先だけじゃ俺には勝てないぞ。